波動。私と共にある。私は与えてやる。ダメか。あんた諦めたんじゃなかったの？アリーサは諦めない。蛇のようにしつこいのよ。お前たちのためにこの魔人を用意したわ。チチチチ、この天使魔人ギブン様をな。天使？このオーロラはアリーサ様がまた撃の知識となんとかなる精神とフィーリングで作り上げた天使魔人だ。我ながらなんとかなった感じだけはあるぞ。まだまだだにゃ。実物を見たことがないから仕方がないだろ。実物ならウリちゃんがいるよ。ウリちゃんは天界との交換留学生。交換留学生？ほう、天使です。何これ？あなたがお作りになったんですよ。まあいい、この気分はそれだけではない。天使の能力はもちろんだが、さらに安価なコストでの大量生産に成功したのだ。じゃん！めっちゃ出てきた！チュチュチュン！
自分で自分を大量生産したせいで、どれが自分のオリジナルかわからないくらいだ。不当だ。個人的にはだいぶ複雑な気分だ。どうすればいい？自分で考えろ。まあいい。くらえ、敵士の力。何これ、息が詰まる。なんだ、体が熱い。ダメだ、まともに動けない。チュ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 。お前たち魔の眷属にはこの俺の光はさぞ苦しかろう。このまま殴り殺しにしてくれるわ。チュ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 。どうですか、勝利は近いですぞ、アリーサ様。苦しい、頭痛い、気分悪い、お家帰りたい。やるにゃ。私、天使だから平気なのかも。みんなを苦しめるのは絶対に許さない。ここは私に任せてください。私がみんなを守る。終末の時を訪れよ。我が知らせの音、皆に等しく死を与えよ。僭越ながらおぶっ殺させていただきます。チュチュチュ。自分が大量に倒れていくのはめちゃくちゃ複雑な気持ちだ。どうすればいい。さあ始めますよ。私は与えてやるの。その代わり相当力を使っちゃうんだよ。どうしてそんな無理をするのよ。だってみんなが苦しんでたら無理だってしちゃうよ。ふーん、全然わからない。仲間のために無理をして自分が苦しんでいたらバカみたいじゃない。げんこつ。いったー、何すんだ。そんなことズローバにもされなかったぞ。ウ
リちゃんはみんなのために犠牲になったんだよ。それをなんてこと言うの。ミヤちゃん、私死んでない。うるさい、意味がわからないからわからないって言っただけだ。ゲンコツ。自分一人のことだけじゃなくて仲間のみんなのことも考える、それがルルベルの教えじゃないの。黙れ、邪神は自分のことしか考えないものだ。それに私はそんなこと言った覚えはない。ごめん、それは今私が考えた。でも魔族だって仲間を思ってもいいじゃん。うるさい、私は邪神だ。魔族と邪神は違うんだ。何？こんな、すぐ殴るな。追いかけるにゃ。おい。いたんだ。これ。意味は知っている者に聞け。今ちょっとそんな空気じゃなさそうだから遠慮しておく。ごめんにゃ。いや、いいんだ。じゃあまた後で。